皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムパート19やっていきましょう。今回は前回ジョシュアちゃんから受けたメインチャレンジ、地底神殿に眠る謎を進めていければと思います。大きな壁画を完成させたジョシュアは中央に描かれた神殿らしき場所に注目、そこにゾナウの力が隠されているのではないかと考えているらしいということで、そう、前回見せてもらった壁画のど真ん中に大きな神殿があったんですよ。多分地底のマップのど真ん中なんじゃないでしょうか。だとしたらやっぱりこの辺りに飛ぶのが早いですよね。そして少し前に見つけた古びた地図が指し示しているこちらの場所、ここにも何があるのか気になるので、まずはじゃあこちらイアススの根に飛んでいきましょうか。久しぶりの地底探索、 MK さんはうまく立ち回ることはできるんでしょうか。楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明かり花の種は結構結構あるので、まあ明るさは大丈夫だと思うんですけども、いかんせんまだ体力とか頑張りゲージが少ないんですよね。まずはちょっと待って、矢が今何本あるんでしたっけ。あ、249、大丈夫ですね。で、服装は一応一番強いハイレア兵の、もので揃えていきましょうか。そう、前回こちらコンプリートすることができたんですよね。でだ、この巨人の像みたいなのが向いてる先に神殿があるみたいなんですよ。なのでこっちの方をガンガン進んでいきましょうか。まあこの、あ、待てよ、その前にこれ行くもう行きたいところがいっぱいで困っちゃうんですけども、一旦じゃあここに青いマップピンを立てて、そこ見てみましょう。お宝がゲットできたりするのかな、ちょっとわかりませんが、うわ、正気のところは触れないようにしましょうか。そう、ハートの最大値が減っちゃうんですよね。うわ、なんかあるな。あ、ゾナウの遺跡っぽくない？ちょっと待って。あそこでさ、なんかゲットできるかもしんない新しい何かが。うわ、完全に遺跡になってる。よし、修理行くぞ。風送ってくれ。オッケー。いや、チューリーこういう探索めっちゃ助かるよね。そしてダフネス谷の採掘場、ここ採掘場なのか。うわ、なるほど、これを壊していけばゾナニウムがたくさん手に入るってこと。ちょっとやってみようか。今とりあえずハンマー的なのは あんまりないな。コアブロック粉砕槍、あんまり使いたくないけど、こちらで叩いていきましょうか。オッケー、ゾナニウム大量ゲット。やっぱそうなんだ、この辺はゾナニウムが超取れるんだ。よーし、ということで、じゃあ壊れるまで使っていきましょうって言ったらすぐ壊れちゃった。周りに石とかありますか。あったけど、これ斧のパターンのやつだよね。そう、石の形によってね、斧になるかハンマーになるかが変わるんですけども、これ斧の形のやつだぞ。あ、爆弾ゲット。爆弾で壊していくのもありっちゃありだな。うわ、この辺もめっちゃ取れるんじゃないの。いや、でも待って、石がない。石、うわ、めっちゃ取れんのに石がないぞ。とりあえず上登ってみようか。もしかしたら上に石とか落ちてるかもしれません。あれは何？うわ、なんかよくわかんない植物か。でかいキノコみたいにも見えますけども、採掘場なんかあんのかな。古びた地図に書いてあったってことはさ、お宝とかが隠されててもおかしくないような気がするんですけど。危ないよリンク。一回上登って、この辺りちょっとさ、巨大な明かり花の種使っちゃってもいいですか。あれ、明かり花の種、あったあったあった、巨大なやつ30個あるんで一発撃ってしまいましょう。そうすれば周りもめちゃくちゃ見やすいですね。で、上に上がって、宝箱あるぞ。え、何これ、槍みたいなのもあるけど、とりあえず開けてみましょう。はい、中からは何が手に入るんでしょうか。採掘の服、発光物質を詰め込んだ大小のランプをあしらった服、暗い環境で採掘などの作業をするために作られたと言われる。へえ、ちょっとつけてみる。発光の効果があるから、これをつけるだけで、お、周りがちょっと光るんだ。ありがたい、これいいね。よーし、じゃあ、え、発光のさ、あ、ハンマーにするための岩もあるじゃないですか、ちゃんと。発光だけ？これ。別に掘るスピードが上がるとかではない。もしかしてセット効果とかであるかもしんないけど、ま、とりあえずはいいや。このあたりじゃあ、ゾナニウム大量にゲットするために砕いてしまいましょう。あ、ほんとだ、光るね。いいね。おー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 。いいぞ、いいぞ。
大岩でこの辺ガンガン壊して、ガントナニウム、ゾラニウム、おーおーおー、これも全部拾って、今回さちょっとバッテリー拡張のためのさ、なんだったっけ、ゾナニウムの結晶、これか、ゾナウエネルギーの結晶、これも今回ちょっと集めようか、せっかくだからね。天空に行かないと今のところは集められないんですけど、これもなんか効率いいやり方とかあったりするんでしょうか。これ大きなゾナニウムとか落ちてくれたらめっちゃありがたいんだけどな。ないな。そう、大きなゾナニウムっていうのがあって、多分これもね、あのゾナウエネルギーの結晶にできるんですよ。はい、この辺も全部壊して、大きなゾナニウムゲット、素晴らしい。いや、採掘場って言ってるからやっぱめっちゃあるな。また大きなゾナニウム、そしてまた大きなゾナニウム。もしかしてさ、採掘場だと大きなゾナニウムが出やすいとかある？あるかもしんないね。あと周りあるかな。あ、爆弾花。爆弾花も結構大事だからな。そう、前回ね、王家の隠し通路みたいなところに行って、そこでもう壁を壊すのにめちゃくちゃ爆弾使っちゃったからさ。あと周りありますかね。採掘場っていうからにはもうちょっとあってもいいような気がするんですけども、ありませんか。一応端っこの方も行ってみる。多分宝箱は1個なんだけど、ゾナニウムのさっきの、あ、まだあるじゃん、まだあるじゃん。ほら、こういうところもしっかり壊していきましょう。ほら、待って、岩あるかな。あったらくっつけていきたいんだけど、さらに、うわ、やっぱ大岩つけたからかわかんないけど耐久力めっちゃあるね。はい、そして、あ、大岩はでも耐久力には関係ないのかな。もともとのこの両手剣がめちゃくちゃ耐久力あったってこと。ほら、オッケー。ということで、もう一通り壊しきったかな。あ、まだあった、1個だけ。おら、はい、じゃあこれが最後ということで、今度は、待て、赤いピンが紛らわしいな。どこに立ってる？これなんで立てたんだったっけ？もういいのか。はい、じゃあこれ消しちゃって、で、あー、ワープする？いや、いけるか。イアススの祠のところまで戻りましょう。まずはちょっとこれ、上下左右の感覚が、上下っていうか、まあ東西南北って言えばいいのか、東西南北の感覚が全くなくなっちゃうからさ、地底にいるとほぼ真っ平らだしね。うわー、でも、あそこにも掘ってと言わんばかりのゾナニウムの交渉があるよ。もうこういうの MK さん気になっちゃうって。がこれさ、爆弾岩で行った、爆弾花で行った方がいいか。爆弾花、行くよ。はい、ここで、一発、ドカン！どう？おー！めっちゃ取れた。あ、大きなゾナニウムもある。うわー、これの方が効率いいのかな？ゾナニウムってさ、爆発でもさ、消えないよね。大丈夫だよね。だとしたらこれ連続で撃ってく？オッケー。もう一発撃つか？いや、もう下か。だとしたらもうこれで壊そう。うわ！そう、上のところが壊しにくかったからさ、うーわ、こんな手に入っていいんですか、ゾナニウム。オッケー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 、183、やば。でもね、このゾナウエネルギーの結晶が100個必要なんだよね、バッテリー拡張には。で、あれ、何個で、30個でゾナウエネルギーの結晶1個になるんだったっけか。10個で1個、あれ忘れちゃった、まあいいや。ということで、まずはそちらの根に戻りまして、この巨人が向いてる方向向かっていきましょうか。今回で神殿までたどり着けるかな、どうだろう。うわ、もうちょっと効率よくさ、地上とか動き回るマシンとかあればいいんだけどな。なんか作る？いや、でもちょっと材料が足りなすぎるか。扇風機とか翼はあるけど、いや、とりあえずは歩いて行ってみよう。道中にまた何かしら怪しいものがあるかもしれませんしね。巨人が向いてるのはこっちか。これを追ってけばいいよね、とりあえずね。待って、さっきのさ、あ、やっぱり印は消えた。この採掘場の印なのかな、この古びた地図っていうのは。だいたいね、古びた地図はあのブロックゴーレムが持ってたんですけども、あ、ポウ。そう、ポウもね、いっぱい集めてアイテムと交換したいと思うので、こちらも大量入手。うわー、待って、敵とかいそうだな。こんにちは。なんか火ついてるのは多分敵の拠点なんですよ。あんま近づかないようにする。あ、石あったよ、これ。うわ、なんかいるな。やべ、正気のパターンのキースだ。あんまね、正気持ちの敵は戦わない方がいいから、これにスクラビルドでくっつけます。おい、オッケー、また岩ゲット。そして、あ、
爆弾花、そしてこれもあるね、もらっちゃいましょう。ゾナニウム、オッケー。待てよ、うわなんか踊ってるけどうわあれでゾナニウム回収してんのか、いいな。 MK さんも行きたいけど、あポウ待って、根は根を解禁してかないとさ、周りがよく見えないんですよ。うわここ通るしかないの、あんま通りたくないけどな。これチャッと行けばいけるかな、あちょっとオーケー、いけたいけたこんなすぐでいいんだ。ていうか待って、ポーってさ無限湧き、その辺もよく分かってないんですけど、ポーって同じ決められた場所に決められた個数あるの、それともなんか無限湧きなの、その辺が MK さん分かってないんだけど、決められた場所に決められた数あるパターンだったらさ、これ全部の場所ちゃんと行かないといけないってことになるよね。やべ正気、あ行きたいんで、うわー危ない、あー危なかった今、え何あれ、なんかあるよ、待って方向合ってる、さっきの巨人たち、あちょっとずれてんなちょっとずれてる、あれ何、え岩ロック、岩ロック臭いな、手出す、手出して勝てるかな、なんか正気の岩ロック、うわ岩ロックだ、絶対そうだ、ちょっと待てよ、あれで見ればいいんだ、これで見ればわかるっしょ、ほい岩ロックだ、そして正気に包まれてるやつも正気のとかはかかれないんだね、行く岩ロック、もう見たからには気になるよな、そしてあやべ、ポン集めたいだけだから、あなたたちはいいですよ、今若干拠点に近いんですけど、オッケー無視していく、うわーでも見つけたからには、あ巨人の像あった、本当は正規ルートってか今向かいたい方はあっちなんだけど、何あれ、あれも根だ、でも岩ロック見つけちゃったからには MK さん行かずにはいられません、行きたいと思います。若干暗いところでの戦いになるので先に光花与えとくか、巨大なやつでいいや、巨大な光花をここで、うわーこう見ると気持ち悪いね、正気が、こんにちは、やーべえ怖っなんだこの岩ロック、ちょっとうわ気持ち悪いね、ちょっと待って待って待って、危ない、戦い方は一緒だと思うけどな前回と、ここはい前に倒れ、これ登れないのか、でもあ登れねえかもしんねえ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、うわ BGM は一緒だね、いいね、あチューリそこ攻撃してもしゃあないかも、待てよ、これ一回爆弾花で転ばすしかねえな、爆弾花使って、おらこれで一回転ばして、え転んで、ちょ転んで、これ多分ね上登るとダメなんですよ、でここでピュン、ナイスで、あ結構食らう、これさ威力上げた方がいいかも、ホラブリンの爪これ結構威力上がるから、これでオッケー、いいよ、ほらいいよいいよいいよ、ホラブリンの爪が、あガンガン使いたいけど、ちょっと待ってね、今弓何使ってる、一番強い、オッケー一番強いやつ使ってんな、危ねくっそ、うわやっぱ正気のやつな、え誰かいた今、うわなんだお前、なんだ今お前呼んでねえよ今、ほらえ何あいつ、なんか岩の装甲みたいなのついてる、ちょこいつ何、こいつなんか新しいやつだぞ、待てダンあぶねえ、ぶぶぶ待って、ちょっとこのスタルホース欲しいかも、これあればとりあえずこの辺りこの辺りぐるぐる回れるから、これで後ろに回って、待てよ待て、後ろに回れ後ろに回れ、なだめてなだめて、ここでオラでホラブリンの爪をつけて撃っていく、もう一発いけるか、もう一発撃っていく、もう一発いけるか、もう一発撃っていく、オッケーナイス、いいねこのスタルホースとの合わせ技素晴らしい、ではいここダッシュして琥珀いってスタルホース大丈夫か、あスタルホース、スタルホースがせっかくのスタルホースが、待て落ち着け、うわスタルホース消したな、よくも岩ロック、ちょっと待てチューリーチューリー頑張って弱点打ってよどうしようもなんねえのかチューリーの力、いやチューリーが弱すぎる、待ていや打てないな、待てよもうちょっと大きく回ろっか、でここでうわうわー無理か、おいけるか、ここでうわ手邪魔、はいオッケー、でホラブリンの爪もうちょっと強いのねえのかな、
これさ、上登ってハンマーなんですよ、本当はね、やり方はね。なんだけど、これ上登ったら多分正気食らうからさ、登りたくないんだよな。こーわー、君君なんか強そうな見た目になったね。で、もうちょっと、あ、チューリー、後ろ側から攻撃してくれ、後ろ側から。って、やっべ、これ一回寝てさ、正気回復してーな。待てよ、あ、危ねえ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 。ここで、うわ、むずっ。これもうちょっと頭使わねえか、 MK さん。ほら、爆弾で、よし、いいよ。で、これさ、もう何が強い？スクラビルド攻撃、スクラビルド攻撃力じゃ、いや、もうこれは使えないって。リザルフォス、いや、これ電気とか使ってみるか。これ2個あるから1個使ってみるわ。おりゃ、うわー、めっちゃ食らった。で、ここでもう一発、これも強えのか。これでプラス8、オッケー、ナイス。もう一発でいける。おりゃ、素晴らしいということで、イワロック討伐完了。いや、待って、最大値減っちゃったって、ルビー。え、なんか、お、ゾナウエネルギーの大結晶？何これ？ゾナニウムから精錬されたエネルギーを凝縮して作られた大きな結晶。通常サイズの結晶20個分のエネルギーを含む。え、今20個増えた？35になった！やったー！待って、これハート、え、イワロックのハートってこと？かわいい。これもじゃあ、なんかにつけて使おう。ビッグブーメランにつけてみるか。これを、はい、スクラビルドで、ほい、プラス13、イワロックブーメランきた。24、これ結構強いんじゃない。まあ両手剣として使うけどね、MKさんは。そして巨人は、あ、いた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 。ちゃんと巨人の通りに進まないと。待てよ、一回さ、根に行ってさ、あ、また亡霊みたいなやついる。まあ槍くれるみたいだけど、いいや槍は別にいらないよ。一回根に行けばさ、多分この、あれ、あの、最大値戻せるよね、ハートの。行っといた方がいい気がするな。行っとく？うわー、BGM 怖いっていきなり。はい、煙だけゲット。一回行っとこう、根に。うわー、なんか、修理はいるけど孤独だな。すげえ暗いところで一人だと不安になるんだが。ということで、はい、戻ってきましたねです。これ何のね？これ解禁してるやつだよね、もう。うん、この明るいのはもう解禁してるやつだと思う。うのち山のね、ここで、お、すごい、やっぱり戻った。来るだけでいいんだ。お、そして巨人はあっちだな。行こう。巨人っていうの、君勝手に MK さんが巨人って呼んでるけど、石像ね。で、うわ、何あれ、一個だけポーが上に。これさ、ポーのさ、これポーがマジで場所固定で個数固定みたいな感じだったら、例えば上限2000みたいに決まっててさ、うわ、なにあいつ、なにこいつ、は、なんか気持ち悪いやついるんだけど、倒す倒せる ?MK さんに。ちょっと待って、なんかいる、チューリー、なんかいるよ。一回映し絵で見てみよう。デグガーマ。うわぁ、なんだ、動いた。ちょっと、全然捕らえられてない。全然捕らえられてない。いいの、これでも。ハイラル図鑑。あいつも行ってみるか。ちょ、待てよ。まずは、巨大な明かり花の種で、あれしたい。ちゃんと明るくしたい、周りを。そうしないと、戦うのが怖いわ。これどこまで上行けんの？なんかあんまり別に上行ったとこで感はあるけどな。まあいいや、この辺で。じゃあ、あぶね、ちょ待って、なんでこんな近いの、岩ロックと。うわー、なんか上にもあるし。デグガーマ、ガーマやっぱカエルなんだろうな。こいつのね、ちっちゃいバージョンはちょこちょこいたんだよな。そいつの親玉ってことでしょ。やだなやだな、行く、やるしかないか。でもよし、じゃあちょっとこれも巨大な種使うね。これで周りちゃんと明るくするね。ほい。うん。あいつあんま目見えてねえな、さては。明るいところに突っ込んでったぞ。うわ、食べた！ちょっと待って！明かり花の種食べたんだけども。こいつ食べんの？明かり花の種。こんにちは。うわぁ！うわぁ！地底に救うデグガーマ。怖い怖い怖い。うわぁ！なになに？ちょっと待って！ちょっと待って！
ま、なんだよその出てて大王みたいなのは。怖い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 、出して出して出して、体力が、ちょっと待って、食らいすぎだわ、食らいすぎ食らいすぎ、マジで食らいすぎ、マジで食らいすぎ、ちょっと待って、びっくりしたい、なんだ今の、はぁ、ま、うわ、料理してこようぜ、何してんの MK さんは。とりあえずヤシの木ガブ食いで、ヤシの木めっちゃ食って、ヤシの実を、ヤシの実めっちゃ食って、なんか食えるもの何でも食おうぜ、リンゴ、リンゴ食って体力満タン。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、終わったこれ、無理、今の MK さんには無理なのか。あ、爆弾食わすのでは、爆弾食わすか上のやつ攻撃するかの二択だと思う。上のあれが弱、あれ弱点じゃねえの。あ、でも結構食らってんな、ん、結構食らってるぞ。待て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 、何を食らった今、口開いてる時に何か食わすんじゃねえのか、爆弾かな、ちょっと待って、今よく使う順になってるでしょ、爆弾食わしてみるか、爆弾を口開いたら、口開く、うわー、なんだそれ、何、うわー、怖い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 、あ、後ろ気つけろ、後ろ正気、口開けって、おい口開けってば、なんだよこいつ、うわー、また寄ってきた、なんだよこいついいって、そんな寄ってこなくても、何、爆弾食らった、うわー、なんでそんな寄ってくんだよいいよ、あんま寄りたくないから、君に目か、こいつも、あっ、うわ、出た、ここで爆弾を食わすのでは、で中で大爆破、目、オッケー、やっぱこいつも目だわ、で裏、裏、あ、あんま食らってない、おい、あれ全然食らってねえ、こいつ、待って、こいつ目はいいんだけど、あんまり食らわねえな、普通に攻撃しても、あの交渉みたいなところがやっぱ弱点なんだ。まあ、目連打してれば勝てそうだな。あー、やばい、やらかした、あーあーあー、やらかした、待てよ待てよ、一旦これなんか食べさせる必要あるね。はい、爆弾花を食べさせる、これで目も同時打ちして、中でも大爆破みたいなのを狙いたかったけども、いや半分はいった、とりあえず体力半分はいった。なんだよこいつ、見た目気持ち悪いな、おい、いやこれ目だけ打っててもキリねえか、なんかやり方があんのか、うまい、多分ね、ああやって食べさせんのがいいと思うんだけどね。おい待て、あ、また来たよ、ここで爆弾花を食べさせる、ちょっとこれ待ってみるか、ちゃんと爆発判定が出るまで待ってみよう。うわ、オッケー、この判定が出ないともったいない気がするわ。ほい、でもあんま食らってねえんだよな、これもな、弓矢いっぱいあるから今はいいけどさ。おい待てよ、待て、来た、また来た、これ爆弾以外にもなんか食べさせればいいのかな、さっきから爆弾ばっか食べさせてるけど、美味しい、美味しくはないんだろうね、はい、爆発してるからねあと何食べさせてみる、霊気の実とか、これとか冷えていい感じかな。ほい、霊気の実これいっぱいあるからさ、これちょっと食べさせるよ、次、はい、霊気の実を食べさせる、どうですかね、これ冷たいよ、どう、冷たいの、ん、時間かかってるな、なんか食べるの時間かかってんね、食べ、お、お、食べちゃった、こいつ食べちゃった、普通に、やべ、来る、こいつ来る、やばい、ばっ、めめ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 、正気気ぃつけろ、足元の目、目、ナイス、倒した、倒してないかなんかたまに体力なくなるの怖えんだよな、もうひたすらこうするか、あとちょっとだし、待てよ、目、目、ナイス体力表示して、え、あれ交渉消えた、交渉消えた、うわ、なんか場所変わってる、これさ、上登れってことなの、あ、うわ、かもしんねえな、これ目打った後上登って攻撃しろってことかもしんねえ、そういうこと、待てよ、来る、大ジャンプ来るよ、こう来て目打つよ、やばいやばい、これ食べられる、霊気の実を食べて、よし、あぶね、でここ、あ、やべえ、また壊れた、うわ、弓矢めっちゃ使っちゃってんだよね、待て、これが当てらんないんじゃ話になんない、オッケー、これ登れってことなんかもしれんな、登って、ほらほら、そういうことだ、ほら、オッケー、あ、そういうことだったんだちょっと倒し方があれでしたけども、そしてまた巨大なやつじゃない、あれ
20個分みたいなやつじゃない?これ。ほら。来た?うわー来た!ゾナウエネルギーの大結晶。で、デクガーマの大牙。あ、そんな強くねえな。14か。鉱石を削るために用いる巨大な牙。武器につけると攻撃力がそこそこ上がると。まあまあまあ。これだけ?牙、大牙2つ。あ。うわ。うわ。取りに行くしかねえんだよな。ほい、デクガーマの爪、平たい形状のひび割れた爪、矢尻に使うと普段より攻撃力が上がると。ほい、あんまり行きたくはなかったんだ。あー、1個減っちゃった。まあしょうがなし。そして、はい、さらにゾナニウムも拾っていく。うわー、待って、怖かった、さっきの。ああいうのがちょこちょこいるってこと?あ、やった、あそこ大量に取れそう。ちょっと待って、巨人どこ?あ、ねえ、解禁しとく?あ、違う。あれ解禁してるやつだ。解禁してないやつはオレンジ色に光ってるよね。多分ね。え?待って、巨人どこ行った?あれ?巨人、あ、いた。あいつどこ向いてる?あ、こっち向いてる。あれがまだ解禁してないやつだな。あ、ここにいるじゃん。こっち向かおう。とりあえず待って、あれが気になるわ。もう地底も地底で気になるところばっかだからさ。またポーもいたな。え?違うか。めちゃくちゃでけえなんかがいたのかと思った今。うわー、めっちゃある。これさ、岩ロックのやつもったいないよね。普通のにしよう。岩ハンマーでゾナニウム大量ゲット。いやこれさ、でもさ、大結晶集めた方が効率良くないか。なんかボス倒せばさ、大結晶が絶対1個出るくさいんだよ今の感じだとね。だとしたらゾナニウムをわざわざいっぱい集めてゾナエネルギーの結晶みたいに変えるのも、あれも個数制限あるじゃん、1回の。だからさ、ゾナニウムの結晶をさ、ガンガン集めていった方がさ、なんか効率いい気がするんだけど。そして、何 ?BGM 超えんで、たまに。あっちだ。こっちだ。うわぁ、暗いなぁ。これ、まあ、とりあえず、普通の明かり花で行くか。うん、本当は巨大なの使いたいんだけどね。え?巨人が?そっち向いてんの。こっちね。ほい。はい。新しい、うわー、新しい巨人いた。こっから、こっち。あ、あの木の間?でも正気で通れないわ、そんなの。正気で通れません。はい、遠くに明かり花投げて、なんか拠点みたいなのあるよね、向こうに。とりあえずポーを拾おう。うわー、神殿たどり着けるかな?どれくらい遠いんだろう?今どこ?これ。うわぁ。わからない。地上で言うとこの辺。もうちょっと行けばさ、新しい根がありそうだな。待てよ。巨人、もう方向わかんなくなっちゃうから。こっちね。こっち。待て、ピン立てとこうか。思いっきり向こう。あ!え?下の方だけどな。え?ここは、マッパピンを置けない?だと?置けないんだ。うわぁ、方向感覚も狂わせようとしてんだ、任天堂が。置けないの?解禁されてないところは?なんで?置けるようにしてもよくない?うわ、なんかあるよ。これ何?うわぁ、びっくりした。なんだお前ら、おら、おら、待て待て待て、おら、チューリ頑張って。チューリも頑張って、おら、味方の頭を使うんじゃない。で、こう来て、もう一体、こう来て、よし、オッケー。これ何?え?え?これじゃないの?神殿って。ちょっと待てよ。あ!ゾナウギアがいっぱいある。ゾナウギアがいっぱいあるよ。これ使って奥に進めってこと?あ、そこにも巨人いるね。そいつがどこ向いてるかだけ一回。あ、遠く行っちゃった。あー、それじゃよくわかんない。ちょっと待って。君に一発当てる。で、そっち向いてんのね。これ使え、うわ、また亡霊いるわ。うわ、あれ騎士の剣じゃない?だとしたら欲しいけどな。なになになに?これ何?これ見たことないんだけど。タイヤ?だとしたらめっちゃ強いんじゃね?これ。これタイヤですか?これ。タイヤ臭いよね。こうやってやる。これちょっとつけてみよう、ここに。はい。反対側もつけてみるよ。こうして、これを、ほい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 、ほいほいほい、ここに、
こうやってつける。で、あれ、あ、ちょっと高さ変わっちゃったね。じゃあこれをこうして、こいつちょっと高いんだわ、それ。もうちょっと、そうそうそう、そこ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 で、あ、ちょっとなんかちょっと腹ついちゃってんな、それじゃあ。待ってね、待ってね、一旦ちょっと高さ調整する必要がある。これ置いてこの上に乗っけよう。そうすれば、あ、ちゃちゃ、違う違う、まあつけなくてもいいんだけど、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待ってね。わかった、せっかくだから、わかった、ど真ん中つけよう。でこいつをこうやって、ほい、そう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 、でこうよ、素晴らしい。でこれを外す。これ何、走るの？ほい、すげえ、え、これでいいじゃん全部。ちょっと待って、ちょっと待って、戻れこ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 戻って戻って、君戻って、え、全部これでいいじゃん。じゃあこれつけていこう。ちょっと待ってね、これでもういいや。で、あ、動かない動かないで動かない動かない動かないで、オーケー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 、ウルトラハンドで戻して、これで向こう側行こうよ。じゃあ、行くべきはそっちか。うわ、ぶつかるなこれ。待てよ、4個タイヤあるんだけど、4個使う必要あるかな？4個も使う必要ないと思わない？これあんまりつけると多分さ、あれだよね、良くないよね、逆に。バッテリー使いすぎて。2つぐらいで行くのがいいんじゃない？だとしたらもうこれで完成か？これでいいかもしれんな。待て、板があるやん板があるじゃん。じゃあこれ板で行こうぜ。よし、ちょ、これにしよう。これをちょっと待って、一回置いて、でこれ全部取り外す。いやでも2つだとちょっと重心取れないか。3つにするか。じゃあ3つにします。だとするとこれを待て、こうつけて、お、いいねいいねいいね、分かってんね。ちょっと待って、ちょっと待って、これを、あ、ちょ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 、こうか、こう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 、でここにもうちょっと端っこ、もうちょっと端っこ、そう、こうで、あ、いいね。ん、ちょっとずれてるね。こういうズレがね、良くないんですよ。こういうズレがもう許されない。これでどう？あ、オッケー。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でこれを持ってきて、これ前につけよう。うまく高さが合わさればいい車になるはず。こうしてこう、あ、これタイヤについちゃってるかな。あ、これじゃダメだね。これを、あ、あ、間違えた、あ、間違えたね。待って、分かった、まず高さを出そう話はそこからだ。でほいほいほい、これをここにつける。平行になってる？なってるね。でちょっとすいませんね、 MK さん、どうしてもこのこれが作りたくて。ほい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 、でこれをここにつける。あー、ちょっと違うんだよなちょっと違うんすよ、ちょっと違うんすよ、 MK さんが思ってるのとは。あ、これでいいかも。うっ、まあ上についてるから最悪ありか。あり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 。でこいつを持ってきて、ちょっと待てよ、こいつ、うわ、つくかな。ほい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 、でここにつけ、うわ、ちょっと違うんすよ、だからちょっと違うんすよね、ちょっと、おっ、いや、ちょっと違うんすよちょっと違うんすよ。これを一回わけわかんない感じで立てて、こうすればつきやすいか。あ、あ、そうすればいいんだ。おい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 、 MK さん頭悪いか。こうすればつきやすいじゃん。これでこう、いいんじゃない、完璧じゃない。よし、完成、 MK さんの車。よし、行くぞ。これで向かう先はあっち、これを下ろして向かいます。リンクさん乗ってゴー、行け。おおいいじゃんいいじゃんいいじゃん。うわ、これめっちゃいいじゃん。あ、バッテリー超持つよ。待って、根は、あ、待って、
どこ行くの？ちょっと待って、一回止まれ、やばいやばいやばい、やばい方向いてる君。ちょっとあんま行きたくない方向いてるから。こっちだから、こっち。待って。ね、あれ何？なんかあるけど。何？ちょっと待って。これ大前提さ、あの、根がないとさ、あの、あんまりよくわかんないんだけど、一旦明かり花の種、巨大なの使っていい？これ遠くに打ってみてさ、そっちに何があるのか見たい。うわ、やめろ。ほら、君、あ、やべえ、そういうつもりじゃなかった。うわ、何ここ。うわ、なんかガキみてえになってら。これ持ってきたいんだけど。ちょ待ってね。うわ、ダメだ、これ崖になってる。またなんかあるな。今度はこれで崖を上がれってこと？崖上がれるんすか？うわ、また新しいのある。これこそタイヤだ。これ何？なんかあるけど、ソリみたいなの。これなんすか？うわ、これ何？これなんすか？叩いてみよう。これなんすか？うわ、なんかいっぱいあるよ。ちょっと待って。わかんない。どうやって使うの？これ。これライトだね、多分。これライトでしょ。待てよ。ほい。あ、これライトだね。これライトよ。まあ、ライトもでも重要だね。待って待って、どうしよう。何をどう使おう。これなんだろうね。これよくわかんない。一回つけて叩いてみるか。ほい。これ何でもないのか。ただの、まぶしい。ただの装飾。なんか攻撃できたりするのかな、敵に。これは、これが超気になる。これなんすか？ほい。これ何？飛ぶの？これよく分かってないんだけど。叩くよ。おい。いや、バッテリー、ちょっと待って、君一回止まって。バッテリー超消費してるから、君。これなんだろうね。ただの板かな？これは？これはなんすか？これなんか操縦席みたいな感じになってんだよね。これで操縦できんのかな？これマウンテン、さっきのタイヤとさ、操作。これを、待てよ。さっきのやつにつけてみるか。そうすればわかるかも。これ操作できんじゃないの？これを。あ、なんか、2つぐらい上に置いてあるけど。え？なんで？なんで巨大な明かり花の種とかこんなあんの？こいつさ、これでさ、操作できる？もしかして。ほい。ここに乗せて、で、叩くでしょ？操作。ほい。うわー、すげえ！うわ、火事切れるこれ。あ、ねえだ。一回これで明るくしよう。あれは火事切れるんだ。二国よきの祠。はい。火事切れるよ。あれで左右とかちゃんと動かせばいいんだな。オッケーオッケー。浜の根の輝きで周囲が照らされた、ありがたいね。これさ、待てよ。これなんか神殿みたいになってね。なんか、うわ、あっちにも根があるな。行ってみる？うわ、あれは、あれこそ神殿では。ちょっと待って、おい MK か、行くぞ。あれ神殿だ多分。いや、採掘場かな、ちょっとわかんないけど。これがあればなんとかなるわ。これで MK さん行動する。よし、行くぞ。ブーン。おお、すげえ。超楽しい。超楽しいんだけど、これ。よしよし、行くぞ。もう何でもありだ、こんなん始まったら。行って、ああ壊れた。なんで、何が起こった今。ちょっと、MK さんの自慢の車、なんで壊れた今。神殿だよね。あれ神殿だよね。どう考えても。あれだよね、多分今。待って。それは何？そのでかいポーは何？とりあえず行ってみよう。これ神殿だよね。って！あ、これ正気に触れるとダメなのか。そうなのかもしんない。あ、やべえ。操縦席が落ちた。操縦席をもう一回ちゃんとつけて、待て。操縦席ちゃんとつけて、
これ正気に触れるとアウトっぽいな。多分そういうことだ。これ正気に触れないように運転しないといけない。はーい。うわー、なんかさ、ここら辺一帯が神殿になってない？これだよね、中央大廃坑。廃坑？じゃあ神殿ではないんじゃね？待って、でもあれあるよ。誰かいる。え？でもあれあるよ。ここだよね、多分今 MK さんが目指してたのは。こんにちは。あなたは何？なんでこんなところにいるんですか？え、あ、こんなところに人が。調査員！よくここまで来たね。って僕もか。あなたも調査に来たんですよね。ほら、いいじゃなくて、調査団の面接を受けて。いい。僕らも同じ面接を受けてここに来て。ほらびっくり、これ見てください。仕組みのわからないモヤモヤした緑の文様にいかにも怪しい石像。多分これゴーレムって呼ばれる石人形で動くと思うんですよ。あ、ほんとだ。なるほど。いや、あくまで僕の推測なんですけどね。早くしないと怒られちゃうし、方法がわからなくて焦ってるんですよ。任してくださいよ。こうすんでしょ。ほい。で、ゴーレムもいるけどね。うっ、ワープポイントついた。認証者を確認。はい。うわー、動いた。動くよ、こいつは。ブループリントをお渡しします。ブループリント。地底の探索やゾナニウムの採掘にお役立てください。あ、これ、あの空いてたとこの力かな。そういうこと？ぽくない？おー。ブループリント。ちょっと何を言ってるのかわかりませんが、とりあえず最後の能力手に入れることができているみたいです。はい。手だ。三つの手があるけど、どういうこと？ブループリント？何をどうやって使うんですか？はい。ウルトラハンドでの組み立てを自動的に記録する周囲のもの、あ、周囲のものやゾラニウムを材料にすることで、その記録を瞬時に再現し組み立てる。なるほど。一回組み立てたやつを記録できるってことね。で、これで呼び出せるんだ。ほほ、いいじゃん、いいじゃん。なんかすごいことになってないですか？もしかして文献に記された神代の力を手に入れたんですか？神代の力？ちょっとそれはよくわかんないけど、すごい、本当ならぜひ見せてほしいです。文献にはその力について書いてあるんです。その力、斧が組みし構造物をすかさず記憶に留め、それを立ちどころに作り出せる力なり。そうだ、実はちょうど我々の乗り物が壊れていて、修復に難儀していたところなんです。ほう、修復？あ、じゃあブループリントでやろうか。丸い台座のものはタイヤが一つ外れただけなんですが、ああ、なるほどね。四角い台座のものはバラバラになっちゃったんですよ。でもその力があれば、丸い台座のものを直したら、四角い台座のもパパッと直せるってことですよね。そのすごい力でちゃちゃっと直しちゃってくださいよ。まずは丸い台座のものから試しに直してもらえません？いいけど。なんだ？なんだ君たち？ん？え？これ、なんか怪しいな。ゾナウの人？何？なんでその説明口調なの君たちは。めっちゃ登録、なんかめっちゃ冷静だし。そしたら、まあいいよ、直すよ。こうして、こうして、こうして、まずはこれをピタッと直す。オッケー。で、まず1個直ったよ。くっついた、外れたタイヤがちゃんとくっつきましたね。今度は本番のバラバラになった四角い台座の方ですよ。今手に入れた神代の力で、さあパパッチャチャッと直してください。まずはこれを登録すればいいのかな。作ったものがブループリントの履歴に登録された、履歴にあるもの。あ、勝手に履歴についてくれんの。あ、そういうこと。で、ブループリントを、あ、なる、これで、これより古い履歴は残ってない。これを、うわ、何これ、すげえ。作った。うおー完璧に再現できる。すごいすごい。おお、すごい。同じものが出来上がりました。しかもパパッとちゃちゃっと一瞬修理。これはさすがの神代の力です。そうだね、やっぱり文献は正しかったんだ。これはすごい力ですよ、総長。お待って、おい、言い方なんだこいつら。なるほど、やはり実在したか。総長って、おい、ゴーガ様、生きてたのか。ゴーガ、でかしたぞお前たち。あ、待って、そういうことだ。みんな分かった？前作のブレスオブザワイルドでゴーガって大穴に落ちてったんですよ。
これ地底に繋がってたんだ、あの大穴が。うーわ、すご。え、ここゲルドの下？そしてそこの剣士、お前も褒めてやるぞ。前もあったな。ああ、褒めてやるとも。いやあ、久しぶりだね、甲賀様。忘れもしない、かつて俺様をゲルドのアジトよりこの地に突き落とした。そうですね。久しぶりですね。超本人。そうですよ。かのゼルダと共に必ず復讐してやると誓った憎き仇。リンク、貴様をな。覚えてくれてましたか。ここであったが100年目。忘れたとは言いません。俺様との因縁。この名を聞いて再び恐怖におののけ。いや、わかってるよ、あなたの名前は。俺様はイーガ団の総長。強く地底に落ちても不死鳥、不死鳥のごとく舞い戻った男。練習して、おお、かっこいい、甲賀様だ。帰ってきたイーガ団の総長。この甲賀様かっこいいってか結構好きなんだよな、私。見ていたぞ、貴様が我々の探し求めた神湯の力を手に入れた瞬間を。それこそ俺様たちがこの地で見つけた古い文献に書き記されていたものを。ほう、組み立てた工作品を記録し、即座に作り出すことができるという、遥か古代に失われたと言われる力だ。貴様ずるいぞ。いや、まあでもあなた使いこなせないでしょこれ。ウルトラハンドもないと。俺様さん、みんなして怒ってる。俺様たちは苦労して手作りしてるってのに、一瞬で作れるなんてずるい。まあ確かに言わんとしてることはわからなくもない。それは俺様が崇め奉るあのお方、偉大なる存在にこそお役立てすべき力。偉大なる存在、誰？甲賀様トップでしょ、イーガ団の。ニック貴様とゼルダもろとも踏み潰すためにこそ使うべき力なのに、欲も横取りしやがって。こうなったら貴様を倒して我が物とさせてもらおう。久しぶりに戦うな、甲賀。行こうか。うわ、なんか作ってる。おい、お前も今ブループリントしただろ、覚悟しろ。なんか、あ、いいね、音楽が。わ、いいね。なんか使いこなしてんじゃん。いいじゃん、ほら、ここ打って、よし、行くぞ。あ、これをさ、ブループリントでさ、なんかどうにかできねえのかな。あ、MK さんがさっき作ったやつギリギリある。ほら、ほら、待って、もうちょっと強い武器あるから、ちょっと待ってろ、甲賀様。もうちょっと強いやつで戦おうぜ。これだ。はい、スタルヒの粉砕。で、なんだ、ここ行った。うわ、うわ、おい、だから、ブループリントしてんじゃん。やっぱ面白いな、甲賀戦。前作のね、甲賀もね、うまくこうシーカーのやつを使って面白かったんだよ。ほら、あ、やべ、壊れた。そしたら次に強いのこれか。ほら、ほら、いいぞいいぞいいぞ、チューリも戦ってくれてる。はい、次。うわ、ガードついたな。前にガードがついた。ちゃんとその、あ、怖い怖い怖い、ちゃんとこの前光らしてんのがいいね、細かいね。で、ここで、うわ、おい、いいぞ。モリブリンの骨が壊れそうですけども、壊れるまで撃ちます、オッケー。で、次強いのがこれか。よし、イワロックブーメラン、待てよ、これを装備して、ほら、あ、壊れた、壊れたってか、いなくなった。いや、 BGM も懐かしいな。待てよ、お、また前にちゃんとガードつけてんね、ほら。ちょっと弓矢に弱すぎないか君。行くぞ、ここで、おら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 、オッケー、まだまだ行きますよ。待て、そろそろ体力減ってきたけど。うわ、なんか横につけてる、なんだあれ、ロケットか、ロケットつけてる。うわ、早い。なんでそんな使いこなしてんだよ、ゾナウの力をさ、おら。で、ここで行くぞ、行きます、おら、あ、くそ、消えた、どこ行く、どこ行った、どこ行った、あ、いた、今度はなんだ、お、横にもガードつけてる、前にもガードついたな。これはどうする、これはウルトラハンドで外すしかないか。ウルトラハンドで、うわ、自分で作ったやつじゃないから外せないんだこれ。後ろに回るか。後ろわざわざ入れるようにしてくれてんな、甲賀様、優しいね。お、消えた、どこだ、そっちか、待て、わ、今度はロケットパターンね。ロケットパターンは正面開いてるから、うわ、正面ガラス、うわ、あぶね。これで、はい、ドカーンといったところ、弓矢で攻撃していく。もうこれ弓矢だけで結構いけっかな。ほら、一発、ほら、あ、くっそ、あと2発ぐらいだぞ。お、なんだ、また出してきたな、これで、ほら、お、倒した。いやー、やっぱ甲賀戦面白いな。前回は最後にね、巨大な鉄球を出してね、それでまあ自滅したんですけど、ぐ、ちょこまかと小賢しい、正々堂々戦い。こっちのセリフだよ。
どっちかったら私が正々堂々戦ってたぞ今。まあいい、今日のところはこれくらいにしといてやる。よく聞け。なんだ、俺様はここにあるような遺跡をすでにいくつも見つけている。あ、そうなの。まあ確かにいっぱいあるよねこの辺。貴様を見てわかった。そのゴーレムを動かすには右手を使うんだろう。お、よく見てましたね甲賀様。急いで南西の廃坑に戻って貴様と同じ力を手に入れてやるぞ。そして偉大なる存在と共に世界を終わりに導くのだ。この偉大なる存在ってなんだ。甲賀様ってイーガ団のまあ総長だから、なんかゾナウの何かを信仰してんのか。よくわかんないけど、おお。まあ、さブループリントできてんじゃん。だから悔しくても追ってくるなよ。すげえ飛んでった。なんかイーガ団ってね、あのシーカー族の一派なんですけど、シーカー族の一派の人がゾナウ族の力を使ってるとそれはそれで面白いな。イーガ団総長甲賀様の陰謀エピソードチャレンジ一個つ、いやよくつながってんな。前作さ、お特大、うわ100個分だ。やった、ゾナウエネルギーの特大結晶。ゾナニウムから精錬されたエネルギーを凝縮して作られた特別大きな結晶。通常サイズの結晶100個分のエネルギーを含む。主様、羊ゴーレム。主様、侵入者の撃退ありがとうございます。私が主ですか。話をこっそり聞いていたのですが、あの男が向かったという南西の廃坑はおそらくゲルト廃坑のことではないかと。この中央大廃坑と同じく昔は採掘や精錬で栄えた場所にございます。まあイーガ団はもともとゲルドにいましたからね。ここからゲルド廃坑へは石像をたどれば行くことができるのですが、ほう、石像、ひとまずあそこに見える光に向かうのが分かりやすいでしょう。それと旅立たれる前にもう一つ、主様にお渡ししたいものがございます。あちらにいる同胞にお声掛けを。はい、ご丁寧にどうも。とりあえずじゃあ、あなた、こんにちは。あ、甲賀様、人物メーカーにと追加された侵入者を追い出していただきありがとうございました。私は見つからぬよう隠れておりました。あ、そうでしたか。それはそうと、ブループリントを手にされた主様にはまずこちらの設計図の石板をお渡ししましょう。お、なにこれ、設計図の石板。ゾナウ文明の乗り物などの設計図が描かれた石板。ブループリントを使うことで描かれたものを再現することができそう。あ、もうすでに任天堂が作ったって言うと変な発言、メタ発言だけど、もうすでにゾナウ文明が作ったものを MK さんが作れるってこと？うわ、それありがたいな。あ、飛行機、いいね。ブループリントに新しい設計図が登録された。これで飛べるんだ。これがブループリントで作れる、これでブループリントで作れるものが一つ増えているはずです。設計図の石板を試すのに必要なパーツもご用意しましょう。ありがとう。これで甲賀様を追えってことだな。さっき、甲賀飛行機で飛んでったもんね。よし、じゃあちょっとありがたく使わせてもらうね。これは設計図の石板を使えば作ったことのないものでも作れます。ぜひお試しを。ありがとう。うわ、え、待って、おい、ここにもゾナウエネルギーの結晶売ってる人いる。いいの？てかこれもらっていいの？あ、これダメ？それは私がこれから精錬するのに使う大事な原料です。持っていかれては困ります。あ、すいませんでした。待って、ここでも精錬できる。待てよ、大結晶、え、3つで大結晶もらえんの？おい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 、侵入者を追い出していただき感謝いたします。私は姿を見せぬよう逃げておりました。それはそうと、はい、ゾナウエネルギーの大結晶ですね。いくつご入用ですか？あー、1個足らねー。とりあえず3個ください。ゾナウエネルギーの大結晶が3個ですね。9個の大きなゾナニウムが必要です。はい。交換します。ありがとうございます。いただいたゾナニウムを精錬して、素材を補充しておきます。やったー。これで215だから、2個バッテリー増やせるよ。いいの？そして、じゃあこれブループリントでさ、ブループリントで、これを作るってやるじゃん？これさ、ほい。作るにしたらさ、今ゾナニウム使った？ゾナウエネルギー使った？あれ、うわ、ちゃんと見てなかった。これ何使うの？あ、ゾナニウムを材料にすることで、ゾナニウム使用してる？これもしかしてゾナニウム減った？うわー、わかんねーゾナニウム減ったのかな。だとしたらさ、ゾナニウムをさ、わざわざさ、交換するのやめた方がいいかもしんないよ。これちなみに今何個交換できます？90、これ
どれぐらいいける？ 30 でしょ。なんかあんまり効率よくないんだよなこれ。だとしたらいいかな。いいや。これゾナウエネルギーの大結晶がここで交換できるってのが分かって、ここもワープできるよね。 OK、 中央大廃坑ワープできるようになったんで、これでとりあえず、あ、いっぱいある。てかさ、ここもさ探索したいんだけど、なんかあるんじゃねえの普通に。ねえ、普通にこの何あれ、あー、なんでもねえか。普通にこの建物に興味がある。なんかないですか、上とか。こんにちは。いや、甲賀様、大穴に落ちた後ここで出てくんの熱すぎでしょよー。そっか、確かにあれ地底まで続くぐらい大きい穴だったもんな。そして甲賀様やっぱ覚えてたな、リンクのこと。いや、私が、厳密に言うと私は突き落としてないんだよな甲賀様が勝手にでかい、何あれをね、使ってでかいさ鉄球みたいなの出してさ、自分で制御しきれなくて落ちたんだよな。なんで MK さんのせいになってたんだろう。うわ、なんか火出てるよ。なんか火出てる。うん、やっぱあるじゃん。なんか登ってきてみてよかった。これまたあれかな、採掘系の装備かな。はい、何が手に入るんでしょうか。大きなゾナニウム、あ、これで3つになった。やった、もう一個大結晶と交換できるね。うわー、裏側も気になる。ちょっと待って、一旦さあそこ行っていいっすか一旦あそこ、あ、あ、正面そっちか。じゃああそこ今どうせ行くところだ。裏側ちょっと見たいね。うわ、裏側にも根とかはあるよ。うわ、根はあるけどな、2個ぐらい根あるな。これ何なんだろうね、これ何なんだろう、ちょっと気になるよね。デカめのポーかな。ちょっと行ってみていいですか。チューリー行くぞ、ビューン。待って、え、この辺ってさ、あー、なるほどなるほどなるほど、理解はした。でこっちでこれ上から行けば取れるよね。これ何、ポーには見えるけどね。ほい、グランポー。地底のあちこちに落ちている、ぼわー、ぼんやり光る霊体。ポーの中ではひときわ大きく、秘められた力が強大であることがうかがえる。20個分なんだこれ。なるほどね。じゃあグランポーもあればある分集めていきましょう。そしたらさっきのところに戻って、とりあえず根を解禁するか。待って、 MK さんがさっき作ったやつは、あれ、どっか行っちゃった私がさっき作ったさ、あの車は、さっき甲賀線の時一瞬見えたんだけど、この辺だったよね。なくなっちゃったななんだ、まあしょうがないですね。いやー、ブループリント、これでとりあえず能力全部埋まったから、まあ嬉しいっちゃ嬉しいね。もうなんか気持ち悪くないね。あ、また作んの、待って、これさ減ってるか確認しよう。今ゾナニウム何個ある。ゾナニウムが212個あるでしょ。でこれを飛行機にして作ったら減るのかって話。ほいほい、作る、いいよ。そしたら減ってない。これさ、材料自体をゾナニウムから作れるって解釈なのか。くっつけるの自体にエネルギーが必要ってわけじゃないんだな。オッケー、理解した。待って、ゾナエネルギーの大結晶1個交換してくれ。オッケー、ナイスー。いやー、なるほど。だとしたらまあありだな。これ足りない部品も作ってくれるんだね。ってことは、そしたらウルトラハンドでこれをここに乗せて向こうまで行きたいところではありますけども、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回は甲賀様を追って、この、はい、翼を使ってゲルド採掘場に向かうところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。